Our third speaker is Evangeline Sarah Duprey, a second year student studying Japanese studies at the University of Sheffield. The title of her presentation is La Escalado Escalo Sai. Ja, Evangeline San Dozo Minasan <laughs> シェフィールド大学日本学科2年生のエヴァンジェリン・デュープレイと申します。よろしくお願いいたします。<laughs> 私はジュネーブで生まれました。そこで今日はエスカラード祭というジュネーブのお祭りを紹介したいと思います。エスカラード祭は16世紀、フランスのサボーやコートの戦いにジュネーブが団結して勝利したことを伝統的なお祝い祭りです。 それではまずこのお祭りにまつわる歴史と伝統についてお話しましょう。それは12月の寒くて月がなく霧が深い夜のことでした。サーボーヤの君主がジュネーブを攻撃しようと考えました。暗闇の中、黒い鎧を着たサーボーヤの兵士が川に沿ってジュネーブに近づいていました。城壁に着くと 長いはしごを立てて300人の兵士が城壁を越えました。ジュネイブの人々はまだ眠っていて、町はすでに占領されてしまったようでした。サーボ親屋の計画ではさらに2000人の兵士を中に入れるために城壁の門を開ける予定でした。しかし、2人の見張り番が,それ,がなそれを気がついて、 警報のベルを鳴らしましまたジュネーブの市民はそしてジュネーブパ,パジャマを着たジュネーブの市民が武器を手にして戦いを始めました戦いには女の人も参加しましたその中で有名なのはメール・ムです彼女はサーボ親屋の兵士が攻撃してきた時スープを作っていました それで彼女は城壁をよじ登ってくる兵士の頭にその熱いスープを浴びせました。やがてサボヤの君主の計画は失敗に終わってジュネーブが勝ちました。それは1602年12月11日の夜から12日のにかけてのことでした。こうしてこの時から勝った日を祝うお祭りが始まったのです。 皆さんはここでどうしてエスカラードというのかと思っているかもしれませんね。エスカラードはフランス語で平などをよじ登るという意味なんです。現在ではジュネーブでは毎年12月12日に近い週末にエスカラード作用を祝っています。お祭りにはさまざまな見どころがあります。一番の見どころは 16世紀の衣装を着た人々が旧市街を練り歩くパレードでしょうご覧のように中世の兵士や市民の衣装を着た人々がパレードに参加しています。これを見ると当時の様子が想像できませんかまたエスカラードさえは大人だけではなく 子ども向けのお祭りでもあります。子どももコスチュームを着てパレードをします。そして、店やレストランや家の前でセケルノートというジュネーブ国家とアラベルエスカラードの歌を歌ったりします。また、12月の初めにはエスカラード競争が行われます。それは旧市街を走るレースで子供も お年寄りも参加できます普通の走るレースだけではなく、重い重いのコスチュームを着た人が走るレースもあります。先ほど話したメールロアヨムを覚えていますかお,お祭りの期間は、彼女のエピザードにちなんで、いろいろな季節の野菜を入れたスープを作ります。子どもたちは、 みんな家で切っておいた野菜を学校に持っていて、一緒に大きなスープを作っています。休み時間に食べます。さらに、マーミットオンショコラというチョコレートを食べるのも伝統です。これはマジパンの野菜やバクチクやお菓子などを入れるチョコレートのスープ鍋です。 これもメール・ロア・ヨームの話にちなんでいます。このチョコレートには特別な食べ方があって、一番年上の人と一番若いの人が手をつないで、エンシーペリル・レゼノミドラ・リプブリクと言いながら、チョコレート・スープ鍋を潰します。エンシーペリル・レゼノミドラ・リプブリクは、こうして共和国の敵を滅ぼしたという意味なんです。 スープ鍋を潰したらおいしいチョコレートとお菓子を楽しみます。このようにエスカラド祭の間は楽しいことがたくさんあるのです。エスカラド祭はアイデンティティ草原だけではなくジュネーブの伝統と歴史と愛国心を表すジュネーブの人にとって今でも大切なお祭りです。もし12月に ジュネーブに行く機会があったら、ぜひエスカラード祭を楽しんでください。これで私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。